はい、美術で日本を元気にする絵画こと買取プロ秋華堂の田中でございます。さてですね、岡鹿之助という人がいるんですね。こういうこれ、まあこれずいぶん前のうちの在庫だな。これいつ出したんだっけ、2000件ね、10年以上前のね作品ですね。これはもう今どっかにお客さんのところにあったはずですけど、まあ、岡鹿之助ってはね、油絵の中でも巨匠中の巨匠の一人ですね。まあ、岡田三郎之助の弟子なんですよね。明治31年生まれで、昭和53年、1978年に東京で亡くなってます。東京生まれですね。まあ、点描美法ですけど、まあ、基本的に非常に知的な画面構成が目立つ作家ですね。で、岡鹿之助ってものすごく偉大な作家なんですけど、検証十分されてる方はね、ちょっとなんだろう、歴史の流れの中でちょっと最近目立たない感じがしてきましたね。梅原とか安井とかって言ったら、大体東博じゃなかった竹橋の近代美術館行ったらね、大体ボカーンと一応飾ってあるから、みんなそんな人いたよねって、萬鉄五郎とかね思い出すけど、岡鹿之助ってちょっと皆さん、ちょっと話題の上る方少なくなってるかもしれないですけど、まあ近代絵画の巨匠の一人ですから、ぜひですね、あまり知らなかったことは人はちょっと見直していただければと思いますけど、まあ、この岡鹿之助の作品をお持ちの方はぜひ、ご連絡ください。しっかりと評価して書いてあります。こっちの絵画骨董買取プロ0120126-51フリーダイヤルとこの QR コードで、ご連絡いただけますので、これ LINE ですね、よろしくお願いします。